まこなこです。前回また第2部に突入したんですが、どうやら普段とはまた別のルートに来てしまったような気がします。赤のルート行きたかったんですが、どうやらそのルートになってないんですよね。なのでそのあたりも含めてやっていくことになります。まず初週散策、2週目は出撃、また3週目散策、その後出撃という感じでやってきます。何か変化があるか。相変わらずソティスはいない。掲示板、うん、たくさんあるね。で、特段これ青の学級でやった時に同じような、ね、ものであれば特段新たに動画にはせずにやっていきます。ここで突然ドロテアとイベントですね。突然だけど感謝してますよ先生。何の話って顔してる。私の好きにさせてくれていることよ。あれから私に意味深な視線を送ってくるのも減ったし、私がどんな男と言おうと気にしないようにしてくれてるでしょう。ないならないでいいわよ。私が先生の愛を感じただけだから先生、少し昔話を聞いてくれますか。帝都アンバルの裏通りで泥水をすすっていた孤児の私はマヌエラ先輩に見出され、ミッテル・フランク歌劇団の歌姫として華々しい世界に足を踏み入れました。そこでは多くの出会いがありましたが、私のことを見てくれた人はいませんでした。私は名もなき神秘の歌姫であり、若くて華やかなだけの女でしかなかったんです。私の見た目や歌声ばかりをやたらと褒め、入りもしない贈り物を山のように。いつか私は老いて見た目もだんだんと陰って、声も変わり歌も歌えなくなってく。そうした時私には何が残るんだろうって思ったの。きっと帝都の裏通りに戻って天涯孤独の身で人生の幕を下ろすことになる。先生が保証してくれるのかしら。でも未来はわからないわ。私はもともと何も持っていなかった。いつそこに戻るとも知れない。だから探してるんですよ。こんな私でも愛してくれる相手を。歌劇団の歌姫じゃなくて、帝都の裏通りに佇む身寄りのない娘を拾ってくれる、そんな物好きな人を求めてね。というような話があって、これで支援関係は多分 S までなってますね。他ももしぶつかることがあったらね、多分イベント発生すると思います。ここでリンハルトとの会話イベント発生です。先生、こんな夜更けにどうしたんです。いや、実はちょっと悩んでたんですよ。困ったことに気づいちゃって。前に昼寝してるだけでいい身になるのを手伝ってくださいってお願いしましたよね。でもそれが叶ったら紋章の研究なんて何の意味もなくなるかもなって。そりゃ紋章が平時に役に立つことなんてほとんどないからですよ。もちろん力が強くなる紋章が土木作業や荷運びに役立ったり、魔法の適性が高くなる紋章で人々の怪我を癒す仕事に就いたりってことはあるかもしれないけど、それって限定的な話ですよね。紋章の力がそもそも非常時戦時を意識して設計されてるっていうか、戦うための力だって僕は感じるんですよ。ま、何の根拠もないんですけど、
仮にそうだとしたら、この戦争が終わらない方が紋章の研究にも意義が出ちゃいますよね。本当に争いなんてなくなったら、紋章の力なんか使わなくても生きていける。まあそんなわけで、紋章学者という地位の重要性と僕の昼寝を天秤にかけて、くだらないことを悩んでたんです。わかってますよ先生、ありがとうございます。紋章の研究やめちゃうと、あなたとの接点が一つ減るのかな。先生、不思議そうな顔しないでくださいよ。こんな僕のくだらなくなくないような話をちゃんと聞いてくれる人ってすごく貴重なんですからね。これからもよろしくお願いしますよ。これで関係性が A まで上がって、多分この後もたくさんこの手のイベントが来ると思いますので、次はカスパルとの会話。なあ先生、ずっと悩んでることがあんだよ。俺まだ生徒だった頃、俺が追いかけてったせいで死んじまった怪しいやついたよな。騎士団の人には叱られちまったけど、俺は間違ってなかったと思ってた。でもこうして戦場に出て、ここにいましたか。時間もないので手短に報告いたします。行軍中の騎士たちが盗賊団と遭遇し、激戦の末これを討伐しました。こちらもかなりの兵数がいたのですが、突発的な戦いで相手も手強かったため、騎士にも死傷者がそれなりに出てしまいました。はっ、ありがとうございます。それでですね、5年前ガルグマクにいた不審者が自決した件を覚えていらっしゃいますか。実は今回討伐した盗賊たちにも奴と揃いのサソリの入れ墨が腕に入っていました。念のためご報告しておこうと思いまして。いえ、では私はこれで失礼します。偶然ってのは怖えな先生。俺がその話をちょうど仕掛けたところにこれだぜ。だけど騎士の連中には死人が出たって言ってたよな。俺があの時飛び出していっちまったせいで犠牲が増えたんじゃねえか。先生の言う通り、黙って後をつけてりゃ盗賊団もあの時に討伐できてたんじゃ。気休めはいいって。そうだって言ってくれよ先生。俺のやり方は間違ってたんだろ。そのせいで。これでまだカスパルとは B ですね。 A までは行ってなかった。どういった続きになるか気になりますけどね。今度はフェルディナントとの会話。ふっと、はっはっすーっと、よーっさーっああ、そうだな。私は焦っているのだ。エーデルガルトが次々と自責を残していくのを見てな。5年前、彼女は皇帝となり、我が父を含め腐敗する帝国貴族どもを一掃した。私がやらねばならぬと思っていたことを彼女に目の前で成し遂げられたのだ。先手を打たれて父は蟄居、エーギル家当主はお飾りのものに。私の力が足りぬばかりに。それゆえ私は彼女と袂を分かった。今や打倒帝国の一員として戦う日々だ。エーデルガルトと私の差は歴然であろう。彼女は前を進んでいる。ただひたすらに進んでいる。一方で私はずっと同じところにいる。
這い上がれずにもがいているだといいが、現実は違う。思えば士官学校にいた頃から私は彼女を上回ったことがなかった。好敵手などと名乗っていたが、実のところ相手にもされていなかった。私は貴族の先頭に立つ者として何より結果を残さねばならん。どれほどの努力をしようと過程は意味をなさない。結果が全て。そして結果のない私はずっと同じところにいるのだ。あなたにそう言ってもらえるのは心強い。だが私自身が納得できない。こればかりは自分で乗り越えなければいけない壁なのだと分かっている。それでも一つ願っていいだろうか。先生にはずっと私を見ていてほしい。私がなすことの見届け人として我が後ろに立っていてほしいのだ。これで関係性まだ B ですね。 A までにはなってなかった。さて諸君、今ここにセイロス騎士団と頼もしき同志たちが集い、アドラステア帝国が掲げる独善的な野望を打ち砕くべく兵を挙げるに至った。そこで新たな軍旗を用意させてもらった。これだ。先生が宿す炎の紋章を染め抜いた。皆異存はあるまい。この軍旗のもと必ずや我らの手でフォドラの大地に安寧を取り戻すのだ。先生、私よくわからないのですけど、なぜ帝国は教団を目の敵にするんですの？教団のやり方とは何ですの？何が気に入らないのでしょうか？エーデルガルトが何を思い挙兵に至ったのかは私にもわからない。しかし何を目的にしているかは見えなくもない。彼女は既存の社会秩序を全て壊そうとしている。それゆえに秩序の象徴たるセイロス教は真っ先に潰したいのだろう。フォドラを一から作り直す。それが彼女の希望なのかもしれないな。そうなのですか。けれどもそれはエーデルガルトさん個人の望みですわよね。フォドラの人々がそんなことを望んでいるとは思えませんわ。高い理想があったとしてもそのために戦乱を起こして人々を苦しめる、そんな道理がまかり通るのでしょうか？まかり通ってなるものか。お前の言う通りなのだフレ。彼女が民を苦しめる限り我々セイロス騎士団は民を守って戦う。エーデルガルトを倒し世の秩序を取り戻さねばフォドラの未来は暗いままだ。お兄様ありがとうございます。私少し分かった気がしますわ。フレンの疑問にならいつだって答えよう。さあ他には何かあるか？お兄様でなくて先生になら聞きたいことがありますの。お兄様から聞いたのですけど5年間眠っていたとか、一体どこで眠っていましたの？そうなのですか。まあ初めてですものね先生は。失礼します。急ぎ迎撃の準備を。我らが修道院に入ったこと、どうやら帝国軍に嗅ぎつけられた模様です。予想より早いところを見るとやはり監視されていたか。まあ私たちだけで勝てるのでしょうか？敵の数はそれほど多くありません。どうやら近くに駐留していた軍のみの様子。こう焦ったか。地の利を生かして戦えばおそらくは。そうですわね。一気にやってしまいましょう。このガルグマクを帝国軍などに二度も落とされてなるものか。
行くぞ。では第2部最初の月末やっていきましょうか。ガルグマ国で挙兵の準備を進める新政軍だったが、その動きはすでに帝国軍の知るところとなっていた。新政軍の存在をいち早く察知した帝国軍の先兵は、若き将軍ランドルフの号令下、ガルグマ国を再び陥落すべく進軍を開始する。ではやっていきましょうか。セイロス騎士団は強敵に違いないが、兵力はこちらが上だ。一気に攻め落とすぞ。策を用いて勝機を見出すしかなさそうだな。ここは火攻めで敵主力の殲滅を狙うぞ。報告、敵がガルグマク周辺部に侵入。内部への侵入を許せばもはや大修道院を守りきれん。急ぎ撃退するのだ。これはもしかしたら配置を失敗したかもしれないな。この左側そこまで強くないので、このカトリーヌを左に向けるべきだったかも。ちょっとやり直しましょう。うん、やり直したんだけれども、これそもそもこれは主人公動けなかったということで、まあ、ここからやってことになりますが、まず計略でこれ1回しか使えないのか。手前側を止めようかと思ったけど、これを一発で倒せるんであれば倒してから主人公を前に持っていく。うん、倒せないとなると反対側まで持ってって対応しましょう。どうするかな。戦技はツバメ返しが飛空系に有効なはず。銀の剣だと倒せる。それ以外は倒せない。これでいきましょう。これで戦況が動く。必殺も今出たことだしで。で戦場に立つ以上覚悟はできている。主人公に弾よけになってもらって、でこっち側だよね。結構多くの敵が来るのでギリギリまで引きつけたいんだけれども、どっか良さそうなポジションがないので、いやー厳しいな。どうすればいいんだろう。うまく指揮してくれ。いや、うまく指揮しろと言われてもどうにもならないような気がする。主人公をとっととねこっち側持ってきたかったけど、この方向まで持っていくか。確かどこかに投石系の攻撃もあったような記憶してるんだけれども、これ違うな、気のせいか。となれば立ち塞がる者はバリケードのここで塞ぎ続けることができるかどうか。鉄の剣に持ち替えておきましょう。さあ進みますわよ。うん、多分これ以上は寄ってこないようなので、ひとまずここで様子見。これは銀の槍使うのもいいけど、で飛空系とかが狙ってくる。あと何度戦えばいいのか。踊らせておきましょう。そうすることで今これ踊り踊ることによって単純に再行動できるだけでなく、これかな、踊るをやると技と速さと幸運が4ポイント増えるというものがあるんで、そこら辺も狙っていきたい今後は。おっしゃー行くぜ。これだとどこ来るんだろうな。ペガサスか。引きこもれないよう変えなきゃ。これ以上戦技で違うか、これ周囲の壊す場所か。
だが6マスであるならばどっか行けないか。行けないね、まあ、攻撃やってレスキューで救ってとかそういうねこともできたかもしれないけど、もうフレン動かした後なので今回は諦めましょう。だがその一手がね後々大きく響くかもしれない。なんだあの妙な軍旗は。敵はセイロス騎士団ではないのか。セイロス騎士団だけでは兵が足りず、ゴロツキどもを加えて数を揃えたんだろう。どんな軍旗を掲げようと所詮は烏合の衆、恐れるに足りん、構わず踏み潰せ。さて自ら死亡フラグを立てていく。これ3部隊はきついな。真ん中にやっぱり主人公を向けないとどうにもならないかもしれない。これはセテスは結構速さがあるので連続攻撃は食らわないというメリットがあるんで、そのあたりは助かってる。もしくはあのマスの中に3部隊ぐらい入れておくという手もあるのかな。かわされるか。64% だからしゃあないといえばしゃあないんだけど、これ耐えきれるかどうか。カトリーネは全部これ 39% なんで、ちょっと待ってくれよ。道半ばで死ぬわけにはいかないさ。今は引く、あとは頼んだよ。これやっぱり主人公を真ん中に持ってくることをやりましょう。味方の兵が策の準備に向かった。さて援軍来ることが分かったので、ちょっともう一度最初からでは改めてやっていきましょう。さ、これはレスキューでどこまで拾えるか。これはカーソルをそのまま右の方とかにね持っていけないので分かりにくいんだけれども、主人公の前の方まで出ても救えそうだね。ならばなんとかなりそう。どうやっていくか。戦場を広く見なくては。手前側を倒してこれでも救いましょうか。みんなを導かなくては。でこれでレスキューで拾ってくる。で再行動させてさらに上行けばいいと思うので。もうすっかり覚えましたわよ。この方向シェイバーで倒しきる。あ、違うよ。もうそういうの嫌だよな本当に。嫌になっちゃうな。もうこれで一回ミスということになる。29、なんか20ポイントで敵の耐久低いなとかね考えてみてたけど、立ち塞がる者はみんなぶっ倒す。来定でこれでも命中19、命中下げる何かがあるかどうか、まあ、もしくはここに入れておいてあと勝手にお任せでも良さそうだけど、計略これ 30%。 シェイバー以外はこれといったものがないのでもう使わざるを得ない。この方向雷霆で 24%、 計略だとまた違う方向に行ってるな。一斉射撃だからそもそも当たらない。ここでの一斉射撃は 30%。 鉄の剣はあ全くだね。わざとなるんだけれども、うん、これが一番命中率が高い。それでも 54% で倒せない。いやーきついな。ワープで飛ばすかベルナデッタ。あーでもこっち側いるんだよね、ワープも使える人がね。飛ばせはしない。あとこれも、あ、これ届くね。
リンハルトが一発で倒されるかどうかの問題が出てきたので、58くらい当然倒される。攻撃速度17だから速度も間に合ってない。少なくとも1回は必ずこれダメージ与えないとダメなんだよね。1回でも与えれば反撃で何とでもなると思うけど、これ 44% で倒すことは可能なんだけど、ツバメ返し64 59 44 64が一番高いけど、銀の剣じゃないと無理。これで様子見ましょう。これダメならば倒されるので諦めます。ダメかよもう。いやーまさかだな、この初手でどうにもならない状況になろうとは思いもしなかった。かといってここで主人公今右から外すかって話になるんだよね。戦場を広く見なくても、いやこれ飛行系が強くなりすぎなんでね。それによって立ち塞がる者は、いやでもここで何度も何度もじゃあこれで計略当たるかどうかとか試していって、それでどうにかなるかという話になるんで、右側が抑えられなくなるから絶対主人公右だと思うんだけど、こもれないよう変えなきゃ。これ6マスさすがに届かない。が手立てがない。いやーこれあれだったな、前倒して、あーちょっとこれもうちょっと編成しっかりやらないとダメかもしれない。これでなんとかなるか見てみましょう。必殺は出なかった。いやダメだ、ちょっともう一回やり直しましょう。これは難しいぞ、もう本当に細かくやらないとどうにもならないような状況になってる。ではやっていきましょう。さっきと同じような感じでまずこれを倒す。狙い通りに進められているね。主人公がいる間に今回ベルナデッタこっち側持ってきました。ベルナデッタこの囲い屋がかなり有効なので真ん中に置いときたかったんでね。でそれによって敵の足止めとかを狙ってたんだけど、もうそうこう言ってるような状況じゃなくなったので、狙撃ならば、いや狙撃でも一発では倒せないならば素直に囲い屋銀の弓あたりで敵の動き止めてもらいましょう。動きさえ止めてしまえばもう何とでもなるので、でこれでさっきみたいにフレンで回復レスキュー主人公を取ってくる。さてこれからどうするか、別にここだけ済ませておしまいというわけではないので、立ち塞がる者はみんなぶっ倒す。これによって敵の動きが少しでも弱まってなんとかなればと思ったけど、計略 25% はいくらなんでもね、遠距離系は持ってないから諦めましょう。あと何度戦えばいいのかしら。どうするかな、これワープで、ワープで飛ばせない。眠っちゃダメだ。主人公動かして、さてここからはもう言い訳できないぞ。弓が届く一歩手前側、武器は鉄の剣を輸送隊から新しいの取りましょう。で鉄の剣を装備、
これでなんとかなると思いたい。戦場に立つ以上覚悟はできている。何か応援系のねものとか使えればよかったけど、だがドロテアにこれ使わせたことによって、踊りを使わせたことによって回避とかは上がってるので、そのあたりで有効に戦えそう。うまく指揮してくれ。うん、このままこれ応援確か防御力がアップする。ああならばこれあれか、ここ応援で防御を上げる。助かります。でまた自らは戻る。これ2箇所から攻撃食らうが、まあ、仕方がない。これで様子見。なんだあの妙な軍旗は。でまたこの部隊がやってくるところまでは見た。ここからだね。どうなるか。いくつかの問題は取り払ったものの、これ18ポイントなんで今のところは大丈夫だが、あれか、今度はあの飛空系の敵が移動速度速すぎたら対応できない可能性がある。こっちはもうほぼほぼ問題ないと思いたい。これで決める。 HP も回復してくれるんであれば彼らの死を無駄にはしない。これだよね、これが移動速度速すぎたら。いやダメだ、やっぱり2回攻撃が来るけど今かわしたね。 15% の確率でかわした。ほんとこのゲーム飛空系の敵が強すぎるんだよね。これか、あそこにいたね。場所確認しないと。改めてこれだよね、この援軍。味方の兵が策の準備に向かった。彼らを目標地点まで護衛するのだ。そうは言うけど、あそこまで行けるかって話になる。あーこれ危なかったな。セティス間もなく当たるような場所だった。こうもここら辺は契約で 75%。まず手前倒さないと話にならないか。もしくはこれも計略かけ 30% だもんな。まずこれを倒しましょう。上側 100%。 死にてえやつからかかってきな。でこのルートから計略 75%。 これによって後ろ側の今のやれペガサスに決められるのに何かやることができている。で悠々と帰ることができる。どうするかだな。これを倒しに行くか。だがそうなるとこの牙も一気に入ってこられるので、魔法を使いたい気もするけど魔法かな。シェイバー倒せない。シェイバーでダメならそもそも倒せない。じゃあその後どうするか。サンダーソードが、あ、ウィンドウ覚えてるな。そのあたりちょっと狙いましょう。外れることはないでしょう。先制奇襲有利を思います。いやサンダーソード持ってるねけど、ダメージを一発も与えられない。そっかそっか、ウィンドウあるけれども使えないのか。これは投げやりがない。計略 75% か確率。いやそうそう外れるでしょ。手伝うよ。絡めてでいくか。当たってくれた。いやなんとかなりそうだ。私は止まらぬ。わあどうなることかと思ったけど、今は少しでも力が欲しい。
これでルートが安全な場所がかなり増えたと思う。で一方ここを開けた際にどう周りが動くか、そこら辺が全く読めないので、まず手前側弓しっかりと戦技使って、もうほんとねこの障害物が嫌な感じにこのカーソル合わせるね時のミスを誘いやすいんでね、ちゃんとカーソル合わせて。私だってやるときはやるし。これでなんとかなりそう。この方向、まあ当たらなくてもかける4だからなんとかなるかな。うん、2連撃当てて、誰が相手でも私は全力だよ。今回まさかの2回ね倒される羽目になったからね、それをぶっぷん晴らすかのごとくで、踊り子もいるのでまたどこかでレスキュー使ってその後踊らせてというような感じでやりましょうか。導いてみせる。もう鬼舞台に関しては倒しておかないと、皆を導かなくても当たると追撃がね特に痛くて、確かに 20% ぐらいね HP 自らの 20% ぐらいは減らされるんで、ね、なのでそれを防ぐためにも鬼舞台は倒しておきたい。さてこれ騎馬隊はそもそも届かないな。となるとこれ右側の方を狙った方が良いかもしれない。いやなんとかなったな。これもう他難しい部分がないのであればというね前提だけれども、どこも入ってないよね。今枠の中にもう3マスのねところに入るかと一瞬思ったけど、その心配もなかった。あとは上の方であのペガサスを対応できるかどうか。ペガサスがどんどん前に来るんであればどうにもならないかもしれないけど、うん、連環馬これもうまく活用していきたい。これで戦況が動く。うん、カトリーヌも与えるダメージが少ないけれども、さすが出ないか。いやさすがださすがだ。あと10ポイント。できれば弓は真ん中に持ってきたかったんでね。よし、そうすると敵が前の方来ようと思っても囲い矢で足止めできるかなとかね考えてたんだけど、ああ行っちゃうね前に。さてこの辺りが前前と来てしまう。主人公ここまで入れて問題ないかどうか。これでも向こうの方が連続発生するので、で敵さらに増援は来てなかったので、ここを抑えればおしまいになるのかそれともそうじゃないのかまだまだ分かんないんでね。これは抑えきれるかどうか。もしくはここに来て連環馬をやってしまう。倒しきれはしないが足は止めることが可能。逃がさない。うん、多少は楽になったけど、これ場合によっては後ろまで来る可能性あるのか。どうなんだろうね。あ、来るような気配がある。もう一回レスキュー使って救って、魔法を使ってさらに突っ込ませる。
そこの足止めはできているので戻ってもらいましょう。いやダメだこの手前側で止まってしまう。どうする、ここら辺に置いとけば多少なりとも足止めはできるはずなんだよね。少なくともスルーがある可能性あるのか、スルーがあると、いやスルーはない。もしくはこれをワープで飛ばす、だがどの道一発で倒れるかどうかが分かってないというか、まあ、倒れなかったのでこの辺りで止めおくしかないんでね。一方右側、これまた契約 45% か 30%、 リンハルトが炎を使える 30%、 険しいね。これでまた 75%、 これでどうだ、以上だ。まだ衰えてはいないようだ。うん、これでここら辺が安全になった。あとは誰で倒すか、まあ、そもそも倒せるのかどうか。これ命中率高いね。なんだろうな、カッパルはすごく命中率が高いんだよね。邪魔する奴は残らず撃つ。何かそういうスキルをつけていたかどうか、まあ、槍に対する命中効果があるというのも関係はしてるかもしれない。でこれによってこの辺りが安全になった。多分大丈夫だよね。これによってあとは主人公が頑張ってくれればといったところ。この方向いけそうだね。銀の弓だと一発で倒せる。また生き延びられた、また殺した。完全に自分のものにできたみたいです。なんだろうな、ハンターボレーってので、この囲い矢が、まあ、さっきも言ったように強かったので、まあ、他の、ね、弓系キャラも使えればいいかなとか思ってたんだけど、どの状況で覚えるかとかわからないので、あ、これあれだな、前行こうとするとこの飛空系2体対応できないぞ、こんなの。そもそも助けようとしないという選択肢も当然あるんだけれども、誰か良さげな人を連れてきたいが、そんな人がいない。あ、まだまだ増援来るね。ペガサスはどうにもならんぞこれ。これで奥に行くのを防ぐことができたのは大きい。倒しきれないのは残念だけど、また下がったんで対応はしやすい。じゃあ飛ばしておきましょうか。嫌だな、行かんでくれ、頼むから。どうするか、前線押し上げたいけど押し上げられないんでね。どちらかは倒したいけど、57 62、リザイアだと命中高いけれどもそもそもダメージを与えられない。ツバメ返しで
77%。いやー、ペガサス系一体倒すのにもここまでの苦労だからね。命中今プラス15なんだけれども、それでも全くと言っていいほどダメージを与えられない。向こうが言ってくれるか、引き寄せるという手もあったけど、うん、フレンの方に来ないんだね。来てもおかしくないけど。うまく指揮してくれ。セテスあたりで引きつけたいが全部ベレスの方に行ってしまう。うん、やってくる気配が、この辺りでようやく何かが襲ってくるけど、身動き取れないぞこれ。ちょっと左側も部隊集めに持ってきましょう。さてどこまで行けばいい。終わってるか、終わってるかじゃない。立ち塞がる者はみんなぶっ倒す。ああ、なるほど、深い森と普通の森ってものがあるんだ。違いがあろうとは思いもしなかった。奥に行けないね。襲ってくるか。ここら辺置いとくとカスパルでも襲ってこないんだよね。全部ベレスの方に行ってしまう。踊り踊らせて、カスパルの方にであれば来ても、ああ今間違えたな、カスパルの方であれば来てもおかしくないんだけども、それでも来ないんで、これでどうなるか。 60% 向こうは 65%。 ああ外すか。険しいな。まあ集中攻撃できるから、それで奥ではなく手前側ベレス全部狙ったという可能性はあるかも。騎兵であればまだなんとかなるんだけど、それでも倒しきってない。詰めていくのが一苦労だね。これでね、追撃こっちも食らってしまってる。あー、そっかそっか、あれ範囲か。いやー、もう勝手に噛んでくれ、頼むから。どう動くか。あれ、これ動かなかったな今。あ、違うな、新しく来たやつか。多少なりともなんか引き寄せられても良さそうなんだけど来ないんだよね。うん、全部ベレスの方に行ってしまう。ここもなんか深い森、ここに行けば深い森になる。ここ目指すか。ここでもダメージを食らう。戦場を広く見なくても、深い森まで入れて、だがこれで何か変わるかって話になるんでね、何の進展もなさそう。また特効薬使いましょう。
うわー、なかなかだな。どうしていいかが。気空系の敵ここまで来ればやってこないか。旧兵もどう扱ったらいいかがわからない。動けんぞこれ。あーでもこれ来るな。多分より攻撃が当たりにくい場所に行ったからか。あと23、38だから必ず連続は食らう。48だから一旦回復はさせないとダメ。寄せたとしても1部隊のみかな。もう1部隊やろうとするとヘマをしそうで怖い。38か、攻撃速度1ポイント足らないんでね。もしあと攻撃速度1ポイントあったら誘うことは可能だったんだけど、重さがもうちょっと軽い武器あればよかったけど、それがない。だがこれ分散してきてくれるんであればなんとかなるかも。違うな、こっち側か。25防御、23、48、46か。46食らう。これ分散してこなかったらどうにもならないけど、分散してくれること願って。様子見ましょう。行って行ってが本当どうしたらいいかがね。まだ来るか。45%まで減っている敵は。だからこっちも当たんなきゃ話になんないんだよな。敵が増える一方だからね、このままだと。でカスパルは耐えきれるのはいいんだけど、で21ポイントダメージ与えられる。それなりにいいダメージのはず。だから引き寄せたことによって、でも一つは今来なかったな。これが来るかどうかで、ね、言ってくれた。これも40ポイントプラス。なんとかなったか。少しは余裕ができそう。よし、すいません。うわ、一回もう一回やってくれ。ちょっともう、うわ厳しいな。当然向こうもね、森の中に入ってるから当然命中率が下がっている。だがあそこの投石さえ壊せば多少なりとも見通しは良くなると思う。信じる者のため。HP も回復してくれ。バムか。彼らの死を無駄にはしない。思いのほか体が動くようだ。こればかりはもうどうにもならない。結局家計は失敗ってことか。火攻めのための部隊が撃たれただと。これでは策はならん。何やら企んでいたようだが失敗したようだな。これによって無駄にこの辺りの敵を引き寄せるだけで終わってるのに、今の時間は19だって当てることができるように。これに来てしまうから、もう立ち回れるかどうか。よし、ダメージ20食らうのか。もう嫌になっちゃうな。これぐらいかわしてくれよ。森の中に入れといたはずなんだけどな。なんとか来てくれているんですけども、ここまで行ったら逃げ切れるけど、これあの辺りがどうなるか楽しみ。
勢なく一斉射撃があるんだけど、ここが出てもな。だが 20% か。ならばもう戦わざるを。40%。頼むか。いやさすが。さすがといったところかも。こればかりはどうにかできる問題じゃないからね。これ前出て、なんとかここ戦いられたらよかったけど、ここだと誰になってくるんだ。風景がやってくる。んで、チキンかわされるかどうか確認しなかったけど、26。26だから、19人が38ポイント。当然それだけの1秒あるんで。一方、この方向、これ主人公もそのまま突っ込ませて、ここ壊すか。大量にやってくるぞ、これ。大丈夫か。まずこの手前があったお父さん。この辺り。わかりやすくした方が良い。この騎馬隊が突っ込んで来られるところが悲しみならねえ。だが、倒せそうだ。計略だとかって、長い人もか。スマッシュで。いやー、楽しい。中で本当に楽しかったんだ。命中の値が、すごく高いんだね。特に技が高いわけじゃないので。この後もカスパを動かしてもう一個倒すというでもある。君の先輩を信じよう。デコインとか、技使えば当然、達成できる値。銀の槍を使いましょう。基本の本性は効果何なの？ちょっと見ておきましょうか。戦技を使用した際にたまに相手を反撃か。なるほど、そんな効果あるのか。はい、リザーブ。はい、リブの主人公、はい、ここからだね。左側も倒された場合もそのまま進めますから、でもなんとか進みそうな気はするけど、ようやく到着だ。まあ、ここ壊さないと切れないからな。ここまで敵が多くてなんとかなるかという問題が出てくるけど、まだレスキューで戻すのもできないかな。一瞬できないか検討したけど、あ、できるか。ひょっとしたら距離を動かしてこれを横でも距離届くになれば、さすがにそこまでの技術もいいものではなかった。で、この場所はこれか、ちょっと置いとくと言うてもあるけど無理はしなくていいでしょう。では様子を見ましょう。なんとか道筋が見えてきたのような状況。まあ、この反撃で倒せればオープン。さすが。まだまだ続々と来る可能性がある。ここら辺考えるとこれ倒してきたのは大きい。これも50%かかわすね。かわされている。でも50%か。早すぎるんだよね。いや、だめだ。もう次食らったら終わるね。あ、でもこちら来てくる。もう、こういう行き場所なかった。46までダメージ食らうか。踏んでいくのが可能。カノン、いや倒してないぞ。あ、なんか倒せるかなと期待したんだけど、今50いくわ、ハイプした。いや、ダメだ。いや、ダメだ。もうちょっと慎重というか、あと少し敵引き寄せてからを考えないとダメかもしれない。戻りました。エースが倒される前にここでさらに計略使えるんだけど、計略の使える回数に限りがあるものなんで、まずこの周囲倒してからだな。それから様子見た方が良さそう。両一まで立っても倒さないとキリがないから、どこかに行かないとダメなんだけど、あれ周囲片付いてる感じだ。違うな、まだだ。これ踊らせる。ちょっと前に詰めましょう。ドロテアの方には投石が来るので、ここまで行って様子、そろそろ前前と行かないと。主人公も無視しちゃう。ここに倒すことは前に行きやすいんだけど、倒さないことだからなかなか前に行けないことだけど、もう問題ないでしょ。いや、ダメージを感じる。ここも大抵トライ。さっきも引き下げなかったな。ゆりこちらは私。うわっ、止まってくれ。ノーダメージ。なんとも命中するからね。いいか、これ、うん、いや、大抵の全然ダメない。必殺も食らわない。ここは無理である。そこは難しくない。さっきマーキングがロケの方に行くマークだったので、まあ、前でも大丈夫かなと思ったけど、ちょっとダメだったね。もう一回ここはじゃあやり直さないといけない。なんか無理せずここら辺は動かさずに対応しましょう。確かセテスは応援で防御力上げられるんで、本当はね、こういう細かいところもちゃんとやっていかないとダメなんだろうね。
下がってきて先生にしよう、良いと思います。置いてみましょう。ではこの辺問題ないと思って全部飛ばしましょう。プレイヤーフェイズが誰も倒されずに進むことができている。いやでもいつまで経っても終わらんぞ。今飛空系の敵が出てきてなかったので行けたら大きかったんだけど、この前物見事に塞がれてるんで。この世界で引いちゃ話にならねえ。はい、パスで倒せそうにはない。さあ進みましょう。シンタルダメージ与えてから GT が来るかもしれない。飛空系の敵はパスパルに任せましょう。行っちゃったんだ。飛空系届かないと思うけど、届くよね。どうするかな、フレン。飛空系を完了する。これなんとかなるでしょう。無理、行けません。いやだからパスパルの方に来てしまうのか。今ラインじゃなくて別の指摘だったな。戦場を広く見なきゃ。今のシミッキーも力が集められたと思ったよ。そんな厳しいか。いいビールも倒しきれない。銀の剣だと一発道に飛せ。まあ、さらに先に進んだのかまだ別問題。これで戦況は動く。だが戦況は動く。一方この方向ここはもう問題なく倒せるともかっこいい上がるので、ハンターバレはしない場所に問題攻撃。これでも良さそうだね。通常攻撃で多分これだと倒せる。いやー、なんだろうな、このドライガーのこの飛行隊は多分弱いのかな。倒しやすいようには思う。居住したらものはみんなぶっ倒す。ここにいられると厄介なんだけれども、進めないと敵になれば頭を引っ掛けたここまでで、いけない。そもそも多分ダメージは食らわないと思うんで、食らっても1回くらいだと思うんで、あと何回でやりますか。7回できる。ちょっとこれ進めていきましょう。契約は手元に死ぬ 10% か。これどうなんだろう、持ち物を完全に外すと回避上がるのか。じゃあこれも今後使っていったら多いのか。武器を出せるか。少しずつ肩がついてきている。これがやってきたけど、あ厳しいな。次また行くと一斉に襲われて倒される恐れもあるし、だからここを倒してしまえば船を前に出せるようになるんだよね。そこら辺考えると倒したらレスキーで救うという戦法ができるかも。あと捨て駒使うんだろう、もちろんその辺りも含めて楽に悪いけど、まだ一斉に来てたら左側から携帯ちょっと余裕なのに。1個前にいたらバリケード壊されていた可能性が。ここも 13% 今大事になってるの。だがもう可能性自体できる。まずここで装備するか。よそからのこの攻撃は何だろうな、見えないんだね。これで一旦回復が一層で、この舞台を引き寄せたいんだけれども、そこに運動はなさそう。ベルナデッタも回復を使いましょう。ちょっともったいないとこ使わないと、もう使わないと。あ、こちらも使えない。あ、そうだ、これ助走でアッサにも槍が毎回 HP 回復効果あるので、それ持たせて飛んでいこう。一方この方向はここら辺はしのげると思う。主人公前に出すかどうかね、この数を。じゃあ何かないんで、もう入れ身が燃やすからやりましょう。あ、難しいね。とりあえずここを押さえを置いといて、魔法で行きたいんだけど届かないんだよね。違うよ、もうやめちゃうな。そこじゃないんだよ、前のバリケード壊してもしょうがないだろ。俺でワンターンね、少しでも勝利決めますよ。13まで削る。うまく指揮してくれ。戻ってこれるか問題ができるよ。練習する鏡を使って確実に倒しましょう。俺の指示を投げてまいり戻ってはこれない。だが俺は倒すので、もうそのあたりは問題ないでしょう。もしくはお前も切らないか。やろうと思えばできたけど、そこまでやらんでもいいでしょ。無理、行きません。系統にいます。あと何度戦えばいいのかしら。30分上がってこんな状態もいいかもって思っちゃう。ここからはもう無視台になる。銀の使うか。回避58%、全部58%の電気を使いましょう。綺麗なやつだ。みんなを導かなくて。防御も上がったので気休めだけれども、それでなんとかなってもらいたい。なしなし、70%です。いいね。いやー、なんとなくよ、もう。よし、待て待て。一番最初の
フラティック外れた段階だったんですけど、その後は多少楽になったかなと思うけど、また第2部に向かうにつれてすごい厳しい戦いが続いてるかのような、そんな状況になってる。反撃ダメか、もう少し騎士団も倒れそう。今のところで止めてる。いやちょっと待ってくれ、これ意外かよ。もはい、厳しいか。私ともあの者だ。これではシントへの示しがつかん。これはもう単純に見てなかったという話になるんで、ちょっとどうしましょう。初め主人公も倒れてもいいだね。どこまで戻るか。まずこういう勝つことはないんだぞ。あれ抜けてくるのかな。いやそうなるとこれ戻ったから失敗したぞ。耐えられるね。必殺高いの使ってもダメだったし、今戻ってくる場所間違えたな。多分これスルースキューがいやないぞ。となるとここに来たら、まあ、大丈夫か、ね、これによってやっぱり上は倒さないとダメになっている。今回は様子見回避してくれてる。でもあれかな、男性は以前の引き継いでるような気がするんで同じような結果になりそう。まあ、知らないです。今も引き刺されたら大きかったけど、こちらから攻撃する際にもう一発で倒してくれば当然問題なかったけど、全然厳しいか、これは結構は耐えている。だからこれやらないと主人公前に出さないとこっち側が崩れちゃうんで、まあ、もっと前まで戻すと言ってもらえるよ。やりましょう。それから、下から倒しに行くということをやらないとダメかもしれない。そろそろ厳しくなってきたぞ、使用回数。あと5回、結構戻さないと。この辺りの小手先の部分は一旦全部戻さないとダメかも。レイヤーフィーズ、カトリーナ、フェルディナンドダリアもどうでもいい。ここまで。こうなるか。主人公でこれを倒しに行くという手もあるんだけど、いやまだまだ行けそうにないな。この策はなぜ壊せないのね。壊したんだけど、ここだと一箇所からしか攻撃食らわない。これサンダーソード使ってどうにかならないか。あ、勇者の剣持つといい手なのか。勇者の剣でちょっと今のところやりましょう。じゃあ進めておきます。では持ち物も仕掛けて勇者の剣使おうかと思います。もしくはキルソードという選択肢もあるんだけども、まずは勇者の剣で。だから回避率がどうなるか、まあ4しか変わらないから大丈夫でしょう。でこれだと HP が半分になったら必ず自分が先制に対応できる効果が発動するので、それに敵が攻撃する前に倒せればなんとかなると、そういう話。あとは左下の魔法がどうなのか。先制奇襲優位を思います。これでなんとかなってるよ。おっと回避。だから勇者の剣が無駄になってないぞ。なんだ、なんそういう効果が向こうにあったのか。これなんでだろう。それは全然計画が普通に倒され尽くして状況を受け渡さないか。でもなんだろう、今の昨日連続攻撃を防ぐとかそんな技があるのか。特段そんなものはなさそうなんだけど、勇者の続きで2回連続攻撃できるというものだと思ったけど、もしくは締めのターンからじゃないとなんとか。あ、なんだこれ、自分から攻撃した際に2回連続攻撃なんていう。となるとギルソードで一発にかける必殺、まだあと3回試せるんで。しかもでもなんか輸送隊こうやったのギルソード、あとアイテムも何かあればいいんだけど、あんまりいいもんないんだね。銀の盾で元々連続攻撃食らうから銀の盾持たせて防御上げていきましょうか。行きましょう。でどうなるか、これならもう落ちてないかなというね、そういう状況になるけど、先制騎士が優位に思います。よしましょう。道は行くか。だから先に攻撃を繰り出すなんてもしないと必殺があって待たなければ意味ない。変わってないかな、必殺出ないかな。しかも体を下がらないか、必殺出ない。やったなぞ。だから今回復効果発動したことによって魔法食らっても耐えられるだけのポイントは出ている。壊滅。壊滅は何でしょう。これで復活を決めた。いやー進展があったぞ。ダメだ、運命は変わらない。いやーどうすればいいんだ。もう使用回数限りがあるから、でここからだと来たとしても1体ぐらいか。そうなるとこれなんか別方向行くような気配だったな。向こう行かれると逆に危なくなるので、そうなるとここまでになるけど、それだともう話になるのに、まあ、柵越しだと。いやそれでもここのペガサスが左側行ってしまう。耐えきれない可能性があると左側。どうする。この位置からサンダーソードを言うても
ファイヤーはさすがにないんで、もしくは一旦全部下がるという手もあるけど、そっかそっか、もう使わないとダメかな。交換前提の派遣5回しか使えないので、どうしたのかと思ってたけど、銀の盾を持たせるか回避にかけるか、まずこれで1回は倒せないか。で次的にやってくるとしたら1人だけなので、まあ、5回分使用できるから、なんとか使用回数は問題ないはず。でもこれ敵銀の弓使ってくるね。そうなると僕はないけれども、バス出た。もう誰か犠牲にしてもいいんで、ちょっと強引に行かないと。回数の制限が辛い。こっちだった。かわした。この一発でないのか。だから2回かわしたぞ。なんとかなったか。よしよし見せて戦ってくる。今まで苦労は何だったんだっけね。こんな状況。これなんとかなるはず。この状況。無理にない。決してなかったかなって気がするけど。そんなになりますね。余裕はない。攻撃やってくるのか。いやーセーブしたい。あと2回ね。2回。これここで耐えるか。それとも耐えてもいいかな。あーとレイピアか。レイピアあたり持たせて戦っていきましょう。 70% 風なりツバメ返しで 90% え待ってよ、それ外すの。 90% 外す。いやー頭痛いね、このゲーム。左側を塞げば何かなと思うんだけど、この箱はいやらしいところまで来るのに、ここまで来るので塞ぐとしたら2みたいに塞がないけども、それを塞げるかというと速度的にはペトラがかかってるの、ね、これここまで行ってサンダーソードで全然なんか耐えられない。これが嫌な感じで効いてきてるので、それなんか単純にスイッチするしか少しでも勝利にないな。うまく意識してくれ。腕応援で締めるほんとになると思いたいが、さあ進みましょう。次はどれだ。まさか上がって頑張りやすく、あなたこれ突っ込んでも面白いかなと思うんだけど、ダメージの高が増えている。前に出して持ち物は鉄の剣になっている。一方この方向、これ無理に倒さずに下げるか。倒せないけどやってね。ここはそこまで重要な場所ではないので、完全考えて下がりましょう。で下がってやってくるんだけど、こっちは無駄で。ここどうするか、この舞台やってこないようであればいいんだけど、様子見ましょう。多分問題はなくなってるはずです。まだ増援来るね。これ家計が成功すれば増援止められたかも。とはいえそこまで左に咲く余裕がなかったんで、これは問題ないでしょ。倒した、これも倒した。あとはリブローの回数も出てくるから、そこら辺考えると、うん、これに寄ってきてくれた、倒せる。そうと思ったけど倒せてない。これは問題ない。とはいえ命中が間に合ってない。発射されない、恐怖しないので、うん、これができるのは確定。ダメージも上がらない。これやね、やってないか。これに関しては徹底的に下がりましょう。でベルナデッタを真ん中まで持っていければもう楽だと思うんだけど、まだそこまで至ってない。無理できません。計画を言います。サンダーソードやっても倒せない。この方向行きたいけど、これもまだまだいけないんで、ここにいるとここ3部隊に現れる。これ倒すという手もあるし、ああ難しいな。セティスは倒しきれない。だが対牙に対する有効な技があるので、これでどうなるか。これで倒すことは可能。こうなんですか。ようやく一歩進めたぞ。あああれだな、これ飛空系また動かして戻らせてできるか。これうん倒せそうで、94%。最初から結果が見えてた。さてどちら行くぜ。これなら前に出てっても問題がなくなるはず。ここまで来ると窓を剣してしまう。なんとか右側からこれ一つ舞台に向けてこの辺りを倒せるような状況まで持ってくるので、メガネの指輪持ってるね。あれ欲しいね。さてこの先どうすればいいか。
まだ考えがまとまらない。主人公回復するため含めて回復しなくても耐えていると思うよ。命が良くないんだよ。64。先生、奇襲、有利を追います。どうなんだろうな、ほんと。他の人がどれぐらいのね、プレイやってるからわからないから、なんとも言えないけど、こんな苦労するものなのかどうかね。実戦を重ねれば強くなる。この通りだ。うん、あとは様子にしましょう。大丈夫なはず。70% までやってるんですよ。意識して回復を上げたんだ。それはありがたい。どうにか敵のペガサスを潰さないとダメなんだけど、潰せる気配がないんだよね。それマスターになったわけです。力生かしてみせるよ。戦場に突撃し、覚悟はできている。ここいら辺で迎えに行こうか。今のところ前に行けそうな気配が全くないんだけど、これ右側も倒しきれないんで、38ポイントレベル上がって35とかになってないか、攻撃する。銀でもダメ。つばめ返しなら銀ならばいける。はい、できなかった。これで突っ込んでと思ったけれども、ひとまず届かない。だから突っ込んでサンダーソードが効かなかった時のことを考えると、まあ9か、ちょっと厳しそうに。この辺りの引き寄せ場所が防御21ポイント27から54ないとダメ、あることはある。防御になってきましょう。できれば右側を詰めていきたいんだけれども、次戻っておきましょう。で、様子見どこまで前行っていいか。まだまだ出てくるね。どこかで取り付かないとダメなんだろうけど、取り付けないぞ、こんなことやつら。早くベルナデッタが来てくれれば、なんとかやりそうな気がするんで、カポイアで敵回しを止める。やりがちだね。4マスか。ハンタームレイは2回連続ダメージは与えられるけど、命中はものすごく悪い。飛車だとゼロ。うまく下がりましょう。で、この方向開いたことは開いたんだよね。ただどうするどうする。ここだと5部隊か、2回か、5部隊対応できるかどうか。ペガサス44 19×2 だから耐えられることは耐えられる。まずここもう1部隊引き寄せ役でカスパルをここに置いておくんで、ここまで下がると全然こう発動しない。ここまで行くと、これは魔導士が来るのか。魔導士と、なんだな、弓があるのか。弓だな。逆にこっち側、こっち側は、攻撃が体が、ああ、よくね。攻撃が体来る範囲内まで下がるとなると、ここか。これで3部隊ぐらいに襲われる。だから、素の場所でね、こういう守れる場所以外に行って耐えきれるかどうかは、こっち問題なので、ここまで来て、様子見ましょう。で、手を外すと、そこまで回避に影響ないな。戻っておきましょう。さて、これでどうなるか。左側をまず何とかしたいけどね。少しは何とかいけば、レンジの方にとってある。これがまっすぐ。ここら辺対応できないからな、優先に倒せない。これをやらないと泳ぎ崩せないです。うわぁ、そういう風に来る。やり方が下がってる。魔導士は魔導士で27ポイント。ガンダムなんか全部引き寄せてしまったかのような、引き寄せるタイミングを間違えても、左側のセガスがガッツリ下がってくれた。まだ成長できる。全然ない。誰かを前の方で塞がないと。気配の気を近づく。これを倒す。だからそれだけでどうにかなるわけではない。回復に関しては遅れんで、パスで終わるので、そこら辺問題ないんだけど。
この弓も主人公に届く。サンダーソードは0ポイント。何か家計があったかな。家計がある。何かこれを倒さないとさらに奥に行けない。でフレンがこの場所でリザーブ使えば主人公にも引っかかるので、このくらいで引いちゃ話にならない。これが倒せるかどうか。反撃効果がなければ倒せる。誰が相手でも勝たなきゃならない。あーここで腰よい足を止められるんだけど、今度は上だよね。だから魔法攻撃であればそうそう倒される心配ないと思うんで、ここで攻撃の中で足をできるはず。正しいけど今は美しさ強さだし、これでこの方向は一体何とかなった。ここでレイってやる。まず回復するでしょ。これは前の死を無駄にはしない。あ、ダメだこれ。リサーブギリギリ届いてる。危ない危ない。そう。あ、強かった。これは私に勝つものだ。勝士。これ弾受けになるかどうかなんだけど、この段階でステータスが分かんないんでね。一番の防御する。タイム13だった。26食らうはず。39。38ポイント食らう。あとは右側のヘビ部隊を、これ34ポイント。こっち側22。今なんとかなりそうだな。もう一個前出られたらよかったけど、さすがに一発で16、16だと18ポイント。一発で倒される心配ないでしょ。あとは特段リブロとかも使う必要性なさそう。レストでマイナス影響を回避。一方この方向、ここはもうなんとでもなる。かっこいいややってしまえば終わるんで。しかも命中率高いから100%。あとはこれをどうにするかも。バチでゼロまで持っていける。優勝やらない。これが戦いの3部隊で動かせなかったのも、しなかったのかもね。この方向も、フリーランク1人なんとかなるか。これを真ん中に持っていきたいけど、今は入っていけそうにないので、このようにしましょう。いやー、因縁と出てくるのは、どうなんだこれは。対応できるか。戻ってくるか。これ主人公はどこまで食らう。セットができている。ここら辺でまた帰ってから、そのあとどうするか考えることになりそう。倒しきれてはなんか、これはなんだ。よし、セットスマホ。やっていきたいわ。これでは、浸透への示しがつか。これやり直してるかどうかな。右側もなんとか返しよう。セテスのところまで戻せ。ここら辺か。そっか、サンマスへの攻撃があったってことか。レスがあった。うまく指揮してくれ。魔物じゃなくて、あとこれやって88%。だからもうあと1回しか使えないんで、さっきどこまで下がった。ここまで下がれば問題ないでしょう。だからこれだとカスパル大丈夫だと思うよ。先生奇襲有利思います。行っちゃったんだ。この方向はさっきでは見ていきましょうか。まだまだ援軍がやってくる。もう飛ばしましょうか。ここまで引かなきゃ。踊り越えなくなると辛くなるってことは分かってはいるんだけど、もうないんでな、一回。踊り越えなくてもやっていくかどうか。ちょっとこれやっていって、途中でもダメならば、もう最後また今の部分に戻って、セテスあたりを犠牲にして戦うようにならないか、やっていきましょうか。これかっこいいや、でも、敵の足を止めつつで。この隙に一気に行ってられたらと思ったけど、そういうことはできない。結構ダメージがあったようにない。立ち塞がる者はみんなぶっ倒す。相手でも大ダメージ食らう、命中ゼロ。ポイント必殺を展開したいんだけど、余ったな。さて、魔法がダメだというのも分かったので、これ左が倒さないとなんだけど、戦場を広く見なくて、その後でね、左側倒してレスキューで救ってとか、その辺りになるのかな。ペガサスが右側やってきてしまう。厳しいね。ペガサスと戦って攻撃速度はまだまだ1ポイント足らないままなので、連続食らって倒されるとか、ここからサンダーソードは危ないからね。ここは左側倒しましょう。これで戦況が動く。でこれで、あ、そうだ、レスキューやっても乗り越えないから再度行動させられないんだ。どちらだ、行くぜ。じゃあどこでレスキューやるか。
ックだとシェフィールドはそもそも届いてない。ブルーハルトのどこまで動かせばいいか。これも失敗できないからシェフィールドを使いましょう。あの場所に居続けてなんとかなるという可能性は何も見ない状況なんです。ここでレスキューできるのであれば、もしくはここでレスキューできて左側に来てくればいいんだけど、浮いてしまった。まあそれでも火舞台は誰かのような場所なんで、これでどうなる。もうそもそもここで引くこともできないので、倒しきらないでもなくなったが結局0ポイント。だからアーマー系はいくつか引き寄せたので、この辺りを行くとかに持っていけるまだ可能性はある。この辺が倒しきらないそう、勇者の槍を入手。これね、ベルナベッタの方が引くのでしょう。これは確かに誰がダメージゼロでも足は止まると思うので、で、いけるね、これ多分ゲレ使ったから。なんで、ゲレ使ったんでしょ。私が力を振るう目的はただ一つ。いやー、すごいですね。いや、本当に。で、この方向2つは倒さないとダメなものがあるんだけど、試験か、鋼で倒しきれるけど命中率は良くない。運の剣7ポイントプラスの戦技があればそんな技は存在しないんだよね。そうなるとここに入らないと反撃が出そう、存在そうだよね。高田と、あ、そうですか、命中側で行きました。こんなところで手間取ってる場合じゃないんだよね。ちょっとどうしてんだよ、これ。こっち側のペガサスは何とかしないと感じなんだけど、これ駆け使えるな。使えるけど使う良いポジションがない。これも魔法使えることは使えるけどポジションがないんでね。まず上に関しては確実に用意させてもらいましょう。で下がる。ここから前へ出すと主人公ここまで持っていく。で倒せたんだ、なんとかなりそう。倒せる機会がない。限定派遣38%、45%か、忘れていた。そうなるとシェイバーやって、まあ、なんでこれ通りが届かんかな。かといってワープ使うかって話なんで、ワープ使ってシェイバーやってこの場の舞台来るのも防げないので、エルナデッタの方にあえて誘ってと言うてもあるけど、ちょっと気をつけて。これでいや、25回にかけるのはさすがにないか。忘れないように回避を狙うか。回避21からそこまで高くない。左の引き寄せるみたいな感じだけど、だからもうこれは 65% にかけるしかないかな。これで倒せるかどうか長く考えた結果がね、運任せってね、まあ、よくはないんだろうけど、さらに前に行きたいけれども、ここまで行かないとダメなんで、だがそこまで行けそうにないから、これ大回りしてもいいから動かざるを得ないか。さて一方この方向に近づいたわけではないんで、3マスでワープ使う手間の方向、こうなると、これでシェイバーでこれ倒して、そもそもワープ残ってるとか残ってるね、これをここまで入れるかな、見えてないんで、見えないんでね、これね、いけるようには思えるので、ここまでシェイバーで倒してワープで飛ばして逃げる。これがエントリー系持ってればよかったけど、そうしたものがないんで、そこへ向かいましょうか。この程度かかりしまいですかよ。なんとかなるんだけれども、今のところはこれそのまま戦わせたら50ポイント圧倒的にこのまま強い。どうしようか、こちらはい見てみましょう。やってくるので適当にこの辺り21ポイント30かけていいから30かけていいから耐えきれないから、これってこんな距離届かないんだね。行きましょう。
もう勘弁してくれ、終わらんぞこれ。だからベルマゲッタが中国来ればなんとかなりそうな気がするんだけどな。どこ来るこれ、そういう大きさでやめてくれ。そっかそっか、真ん中入ってこようとしてるのか。ダメージ食らった。ここは放置する、ここは放置するだったな。ちょっとここ行こうとして今失敗してたような気がする。この物体は早めに対応したいんだけどな。もうここでね、変なところをミスして攻撃するとか、そんなバカなことする余裕がね、ないからね、ちゃんとやってくれと。無理、行きません。警戒います。ちょうどここは大丈夫。60% か。回復しないと厳しいね。この方向。右だけやってみましょうか、先に。先生機種、優位を思います。戦果追加されました。魔法の弓を手に入れた。ストリーンをこの方向を向かわせましょう。ここから前、学校によって敵を引き寄せることができるかもしれないけれども、全然考えるところすべきじゃないよね。シェイバーが届けばと思ったら届かない。さて、これをここに出して全部防ぎ切れるかどうか。攻撃29、攻撃速度は戻ってるか。29だから20くらいのか。いや、勝てるわけないんだよね、そんなの。もうちょっとゆっくりやるか、取りましょう。うん、ゆっくりでもいいかもしれない。もしくはここで応援で防御を上げて突っ込ませるか。33まで上がった。でも16くらいの課題は。そうそう、やだなと思いたいけど、命中が100点と。で、武器の相性は良いはずなんですけども。ああ、ここで無理をすべきではないと考えて、このまま待機。うん、反撃でダメージ与えられてない。そうなると反撃しない。この辺どこかに詰まらせられればと思うけど。弓がまだまだ使えるんだね。20% か。もうちょっと命中よければ、ここね、一直線で敵の足止めできたんだけど。さて、これを前に出しても意味がないので、戻しましょう。さて、追いらへん、計略。これダメだ。パスカルが家計使えるんだけども。前側倒して、この上3つを家計で足止めするということは可能。だけど、そうなると、ここら辺を倒せる人はいなくなる。主人公はツバメ返しでまた一体倒せないとどうにもならないでしょう。72%。ああ、これで戦艦が動く。右側も魔法使いでやればいくらでも倒せそう。計略はやりくせまとはいえ、魔法使いがあってはよくない。さっき言ったように、しかも相手は前出すか。運任せでここやりましょう。ダメだ、ダメだ、ダメね、しまった。ここでなんとか確実に日の目を止められない。多分ここに関しては魔法でいくらでも倒せると思うので。ああ、これがやってくる気配なのか。セテスを防御役目に切る25、やればなんとでもなる。切るとしたらこの辺り倒しきれないんでね。だが、どちらかで、16か、厳しいな。16、15。16、15。31ポイント。一回じゃいけないんだよね。片方で攻撃やって、ウセテスで倒して、というようなこと考えたんだけど、二つも使わないとこれが倒せない。あれ、これ、あそこかっこいいや。距離が届いてないのか。ここで契約、あれ、これじゃなかったっけ、契約。なんだろうな、これ1ポイント残ってるのに、今契約だけなかったんだよ。え、何これ。あ、そっかそっか、もう騎士団がそもそもいないのか。倒すことだったもん。邪魔する奴は残らず。これでこの辺りまで移動が可能になっている。いやー、全然違うところ、怖いな、本当にこれ。
変なところに狙いが定まってしまうこの現象は。アリックス間使い前に出ても倒されるかな、その後。うん、これならば少なくともこの騎兵からの攻撃に、この騎兵からの攻撃を受ければできるんだけど、まあ、それやったところでどうなるかって話なんで、狙撃であの部隊、これは38か、当たれば大きいんだけどな、当たれば確実にモードが動くんだけど、ダメか、こんなにいくと、シルバー使うしかない、ここ使って、ここでも使って、あ、今能力下がったか、何か、あ、能力が下がった、もうすぐ上に行こうか、もう34か。いやだから3ポイント残ってしまう、これ当たらなかった話になるんだけど、いやーさすがだ、まさかの必殺が出て倒せようと思ってしまった。なんか引き寄せないといけないんだけど、攻撃速度が向こうの方が勝ってる。25 26、これは52、まあぴったりなんだよね、これ数字がぴったりは想定外な。セテスも倒されること前提で動くのか、これは一応こっちが来ないようなマークが出てるんだけど、キラーランスで必殺にかける準備、応援やってみましょう。今度はこれだと襲ってこないぞ、終わらんぞ、ちょっと何とかしてくれ。まだ時間かかるゲームだから、お前もしなかった、増援止まれないのは本当に厳しい。カスパで改めて迎えてくるわ。セティスの方を犠牲にしないとダメだったかもしれないが、ちょっとこれ当面このまま進めていきましょう。それでどうなるか、さすがにこれあと1回もチャンスを使うわけにはいかない。後ろ側は何とでもなりそうなんだけど、様子が分かりにくい。魔法で倒すには距離が遠い。この方向、まずは倒しましょう。さて再移動はできない。ようやくこの辺りが到着となるんだけれども、計略で足止められるんだれば、だが 20% だからね。計略残ってる人はいない。魔法でまずこれをダメージ与えて22に残る。22ならばこれだと17しかダメージ与えられない。なら主人公でまずこれをレイディア倒す。そうなんでね、これ今度は魔法が届かなくなるけど、もうこの敵はどっち行っても対応はできそうなんで放っておきましょう。これシーパー使うわけにはいかない。女神の指輪獲得、早く誰かに勝利させないカトリーナさんに。まずこれで全部合流が完了かな。うわ疲れた。で、ここやろうと思っても25、23くらう、46、必殺が出なければ何とか耐えられる。まあいいんだよね、その必殺がね。まあ必殺ではなくて、こっちはキラーランスを渡せてるのに当たりはしない。さて、ここは問題になっている。第1ポイントになるんだよ。いや、外してる。これでまた計算できなくなったぞ。もうこれ契約使えたか。じゃあ35%。これは逃げられるわけにもいかないんだよね。かといって主人公を回すべきかという話になる。50%の確率、当たれば左側はなんとか抑えることだと思う。うん、これ次のターン中入ってしまうから、なんとしても左を倒さないといけない。なんとも主人公を行かざるを得ない。これで戦況満足。さて、今契約使えるのはカトリーヌ、ペトラもあるんだけど、ペトラは今距離離れてるから、ここからもしできたら両方とも止められたけど、あ、ペトラは変に距離離しすぎたな。で35だもんね。
右だけであればこの2人の魔導士で倒せる。35%に立てましょう。当たった気配じゃない。なんとかこっちはなった。30ポイント取れる。31ポイントを一発で倒せる何かがなさそうか。確率も 28% つかみたいし 48% 当たらないと終わる。さあ、でどうすればいい。ショートスピアでダメージ 51% 確率か。契約これ当てても当たらないと悪いんでね。ならば確率にかけて、もうちょっといい高いパーセンテージにならんか。ならないね。さて 48% 当たるかどうか見ていきましょう。少なくともそれ完勝しちゃった。私死ぬ、できません。どうする。ではここも必殺にかけないと倒しきれないので、キラーランス19番確率これにかけましょう。これがダメならばそもそも、うん、これだったな、敵が反撃できないっていう技が。でも別にこれ敵の動きを止めてるとかでもないんで、次フレームやられるんだよね。ここまで来て失敗は痛いぞ。いや、ここは仕方がない。私ともあろうもの、これでは心臓への示しがつか。今嫌なところに行ったね。遠くに行かれると対応ができなくなる。主戦攻も届かないので、安定の派遣で一発当たれば。何やったか、あれ対応の手立てがない。内定ならば反撃されると確実に倒される。ここまで逃れても逃れきれないって言い方ね。一発で倒されなければ反撃で倒せる可能性はあるけど、それを試すことができないんで、攻撃42、15分、一発耐えられるのであれば何とかなりそう。なのでこれ何も考えずに戦っていきましょう。だが上も来るからそれ考えると、はい、流すのに。立ち去る者はみんなぶっ倒す。倒しきれんのか。こっちの方がよかったな。これが戦いだ。リザーブ、最後のリザーブ。命中4。耐えないはするんだけど、もう一個何か来る気配があったから。これ反撃で10。そうなの。必殺でないとどうにもならない。ごめんなさい。先に、いただきます。こっちはまだ大丈夫です。なんだ、ヘルジアンドが強く感じるのは、いいね。あれかな、もう。範囲は、あったのかな。あれだね、これは。範囲はもう左奥の方に突っ込んでしまったのが、ダメだったかもね。ここに行こうとしなければ、もうちょっと真ん中で全部合流できていれば、何ら問題はなかったかもしれない。さて、ここから巻き返せないかな。もうペガサスの数が多すぎて。というわけで、ここでゲームオーバーとなりました。多分こういう形でもう明らかにゲームオーバーと詰んだっていう状況は、このルナティックやって初めてかもしれない。だいたい今回のプレイ時間2時間半ぐらいやってるんでね、ここのマップ。それでもこのような結果となっています。さてさて、この後クリアできるのかどうか、また改めてチャレンジしたいと思いますので、続き興味ありましたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では退却しましょう。